ち何度でも聞きます。この法案は何を守るためのものなんですか。言葉で言うのは簡単だけど、武力行使、戦争、平和、自由や幸福、命というものの重みを想像し、しっかり受け止めてほしい。そしてどうかそれらが政府や首相にとってどんなものなのか、その答えがもしもあるなら言葉を尽くして私たちに教えてください。対話の姿勢を見せてください。私たちは戦争したくない。その一点で少なくとも国民はつながっているはずです。誰も死にたくない、殺されたくない、殺したくない。その方法をもっと話し合いましょう。時間と真摯な姿勢を求めます。私利私欲に溺れない、怒りで我を忘れない、冷静な判断を政治家にはしてほしい。私は主権者としていつまでも自ら思考し行動し続けます。そしてこの夏の出来事を決して忘れません。ありがとうございました。スクリーン以降からまたここで多分野党の議員が戦ってる限りこっちでやると思うんで、野党の皆さんよろしくお願いします。俺が政治家のことを人生でこんなに応援したことがない。野党は頑張れ、皆さんのおかげで私たち国会議員どんなに励まされているか、世界一平和な国日本を共に皆さんこれからも守っていこうではありませんか。いかがですか。皆さんも経理と学生さんおっしゃいましたように、私たちは絶対この国を戦争する国にはしないということでつながっています。皆さんいかがですか。今日は西村議員、そして日野議員、合理議員
本人民と中国人に作った夏たちの平和な国日本を守りましょう。安倍総理にこの国を壊させません。ありがとうございます。続きまして、共産党、日本共産党衆議院議員、国家さん、お願いします。皆さん、こんばんは。日本共産党の国会対策委員長、国家健二です。皆さんのご立民、そして毎日毎日、ここに駆けつけていただいている。このつながりが今日本の政治に動かしてるんじゃないでしょうか。私は皆さんがこのように質問を仕掛けた同時に、この間の中央公聴会、地方公聴会、公募の方々が参加されています。95名の方がこの10年間で最大の応募者でした。しかもそれが全員反対という意思表示をしたんじゃなかったでしょうか。今自民党や公明党がたかだか国民の中で選挙で勝ったというけれども、 17% の支持率しかなかったじゃないでしょうか。今国民の6割以上がこの法案は憲法違反だと断じています。7割以上の方々が今度の国会で成立させるべきでない審査は、8割以上の方々が説明不足と言っています。つまり6割7割8割の声をどうして 17% の人たちが勝手に崩すことができるのか。だからここには腹の底からみんなでつながって、この政治おかしいじゃないか、この声を轟かせようではありませんか。